はい、まのちです。よろしくお願いします。ペナント阪神編やっていきましょ。どうやらね、梅キャノンじゃなくて梅ちゃんバズーカっていうらしいです。ありがとうございます。全然知らなかったです。いやー、羨ましいもんな。なんか俺もまのちゃん丸々みたいなのがね、欲しいなと思ってみたり思ってみなかったりって感じです。梅ちゃんって相性がいいよね。今現在3位でございます。まあ、今現在ですけども、まあ、3強って感じになってるかな。この中でなんとか1位になりましょう。リーグ優勝しましょう。頑張りましょう。今日はヤクルト戦です。甲子園ですよ今日は。頑張ります。糸井選手とかごめん待ってね。まず今日ピッチャー高橋くんいきます。糸井選手、中谷選手が戻ってきました。それと入れ替わるように上本選手が怪我しました。怪我人が多いでございます。糸井選手の調子が悪いですね。俊介選手いきますか。板山選手いきますか。1番か。1番置いてみますか。糸原選手をね、1番に持ってきたいけども、なんか2番ですげえハマってんだよな。これでいきます。ロサリオ選手がね、まあ、ちょっと打率はあれなんですけど、ホームランガンガン打ってくれるんだよね。これでいきましょうか。よし、梅ちゃんバズーカ見よう。福留選手が疲れてる。いや、いいや、よくはねえけどな。頑張りましょう。今成選手を待ち望んでる声がありまして、で今今成選手はね好調だったんですよ。で連れてこようかなと思ったんですけども、西岡選手だな西岡選手をなんか代打で出してヒット打ってるとこ見たいなと思って。対するスワローズの先発は左の今日多分高橋くんが能力的に完投は難しいと思うんですよね、スタメナ的に。なんでルーキーの高橋登板です。まあ、ピッチャーに代打出す機会も多いと思うし、その中で西岡選手にビシッとなんとかヒット打ってもらいたいなという俺の中の理想でございます。まずは1回の表トップバッターは青木。第4球をブレイボー投げた、打った、抜いていった、来るか。青木いいバッティングを見せました。畠山選手2番かっこいいな。先制のランナーが出ました。梅ちゃんバズーカ行こうか。第9投げた、打った、初球打ち、二塁送球、狙い通り、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。第6球を投げた、流し打ち、どうだ。うん、まあね、ちょっとその方はねもうしょうがないんです。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙うしょうがないです。またツーベースヒット、タイガース先制のピンチを迎えます。いやー強いわちょっとヤクルト。第4球を投げた、あっと打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日一発勝負なしね。高橋ツーアウト二塁、左のハフ、これが8試合1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは板山、打ちました、初球打ち、これはセカンド正面、アウト。まずは先制点取りたいな。なんかこうやってて思うのが、逆転勝ちできる気がしないんだよね、やっててね。だから先制点取ってそのまま逃げ切るような感じが理想かな。長っちクリーンヒット、ボールが点々と転がっている。北条二塁も狙う、いいよ。北条ツーベースヒットを放ちました、タイガース先制のチャンスを迎えます。フルスイングでしょう。投球これから4球目、打ちました、優しい、セカンドこれは守備範囲内、どんまい、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。1回の裏が終わりまして、タイガース同じく立ち上がり、2回の表これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西浦、第9、やっぱこっから初球を打ちました。リーグ優勝するってなると、まだ全然交流戦前だけどさ、これでワンアウトランナーがありません。左バッターボックスには坂口、投げました、ツーシーム外れた。まあ、監督の采配を100点と仮定しての話だけど、やっぱりね俺4番を固定したいなと。打った、いい当たりですが、セカンドフォースアウト、素晴らしい、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。
今日2回目の併殺でこの回を終えました。ロサリオ選手を今下位打線に置いて、なんかこうゲームだけどさ、なんか伸び伸び打たせてる感じって置いてんだけど、それで結果残してくれてるのかなって気もしてんだよね。ボール球に手が出てしまう。クリーンアップに持っていくのはなんかちょっと怖いなって感じもしてて、三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは7番ロサリオ、第3球はこれはいい、素晴らしい。いやこのホームランをねクリーンアップでバンバン打ってくれればめっちゃ楽なんだけど、多分そうはいかないんだよね。チームメイトの祝福、下位打線のコアに厚みが出てるのかなって気もするけどね。第3球低めボール球打った、セカンドゴロ正面アウト、スリーアウトチェンジ。2回が終了しました。3回の表1点を追いかけますスワローズの攻撃、トップバッターは伊野、あっと引っ掛けた。明日から交流戦に入るんですけども、交流戦6試合、ちょっと全部取りだめで取りたいと思ってます。あの俺今週あの手術があるんですよね。話したっけ、話してないっけ、話してない系で話すの。これでツーアウトランナーありません。口元の手術なんで、まあ病院から言われてないんですけども、喋れなくなるかなって気もしてるんだよ。藤波さん5勝もしてるんだ。俺がエースに送ってて結果知らないから。先頭バッターピッチャー高橋打ちました、内野ゴロ、山田ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球。まあ2年前に耳の裏手術した時に動画撮ってえらい目にあってるんだよね。血が止まらなくなって、ナイバッチ血が止まらなくなっちゃってさ、で深夜に病院行く羽目になってるからさ、まあ、そういうこと考えたら安静にしてたいなっていうのがあって、今シーズン最初のヒットとなりました。左バッターボックスは2番伊藤なんで、交流戦取りだめします。手術自体が金曜日なんですけども、ちょっとその前から準備を始めたいなということで交流戦取りだめしますね。外国ミンドマイスバッターは3番北条、今日2度目のバッターボックス。さあ集中してこの対戦に挑みます。低め来いや。第5球投げました、打ちました、抜けた、オッケーなバッチ、いいね、ホームイン、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、1点入りました、2対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第4球を投げた、打ちました、掴んでこれで3アウト。指示はハマるんだけどな。阪神甲子園球場からお送りしています、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、3回まで終了しまして、見て打点北条選手1打点、4回に入ります。先頭バッターは畠山、投げた、打った、破った。畠山選手2番かっこいいな。畠山ナイスバッティングです。バッターは3番山田、通算155本塁打まであと9本として、打った強い当たり、入れば同点だ。打球はそのまま伸びてレフト、やられたな。第9号同点ツーランホームラン、白球は無情にもレフトスタンド。あのね、同点にされたのもあれだけど、なんかすげえ簡単に来るねって感じ。それがやっててなんかちょっと傷つくわ。まだノーアウトだしな、ここちょっとしっかり押さえよう、バレンティ選手押さえよう。投げた、打った、これは強烈、よし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 、一塁送球アウト、バレンティいい当たりでしたがセカンド正面。ここから残り2人もうしっかり切ること。右のバッターボックスは5番西浦、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れて、これは内野へのフライだ、サード落下点、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番坂口、第1打席はフォアボール。第4球を投げた、打ちました、あ、まあ、大丈夫かな。大山取った、ボールはファーストへ、記録はヒットになりました、さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。こういうヒットする。バッターは7番川端、今日2度目のバッターボックス。第2球打った、い当たりだ、北条ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあ切り替えていきましょう。4回の表が終わって2対、4回の裏これからタイガースの攻撃になります。この回の先頭バッターは福留、今日の第1打席はスイング、打った、落ちろ、オッケー、ナバッチ、ヒットになります。福留いいバッティングを見せました。さあノーアウト、さあ監督ここで何か仕掛けてくるでしょうか。第5球投げた、打ちました、ショートバウンド、うーわ、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、うーわーって感じになりました。
第2球打ちました。西浦、いや今指示はまった瞬間期待した人は多かったんじゃないでしょうか。4回までが終了し、いやー勝ちてえ なこうなってくるともう分かりやすく采配力ですよ。内角高め外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。第9投げました。あーっとショーフライになった、掴みました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球引っ張った、ボールバライナーでライトへ取りました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。ごめん、中谷選手がセンター、はいはいはい、投げました。打った、痛烈な当たり、よし一塁へ送る。北条うまくさばいています。スリーアウトチェンジ、結局一塁残塁でし、5回の裏これからタイガースの攻撃が入ります。この回のトップバッターは梅野、最初のバッターボックスは内野ゴロに打ちました。サードの左アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー高橋、次は5球目打った、ファールグラウンド、ボールを掴みました。ビッグベースボールもなくなったし、あと集中が1回か。第3球を投げました、豪快に引っ張った、いいねー。板山一塁回って二塁へ、板山ツーベース、タイガース勝ち越しのチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。フルスイングがよくハマってるな。バッターは2番糸原、ここまで2打席連続三振、投げました、打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。知らない。さあリプレーです。二塁までランナー、ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは山田、直球見送ってフォアボール、高橋ストレートの、あ、梅ちゃんバズーカでしょ。第3球を山田スタート、三振、二塁送球バズーカ、盗塁を許します。山田今シーズン15個目の盗塁を決めています。もう15個かい、打率が分かんないけども。第2球いってほしいですね。ドリプルスリーね、打ちました、ピッチャー返し、うーん取られたー、ちょっとうーん、そっか、リードを奪われました。3対2、リプレイで勝ち、打ちました、いい当たり、ライトへ行った、ライト下がった、ピュンとジャンプしてた。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、坂口ツーベースヒット、ピンチを広げてしまいました。さあ集中してこの対戦、頑張れ踏ん張れ。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、クリーンヒット、打球が転がっている、この回3点目、5対2、川端ツーベースヒット、タイガースなおもピンチ。第2球投げた、打ちました、糸原掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第3球ツーシーム、見逃し三振、高橋見事なピッチングです。6回の表が終わって3点くらいどうにかしてやる。さあここは守備を変えてくるようです。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番北条、投げた、打った、痛烈な打ち、抜けた、北条ナイスバッティングです。バッターは4番中谷、今日はセカンドゴロとショートライナー、初球打った、川端落ちる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 、よし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 、ボールは中継、中谷いいバッティングを見せました。今日は安打を放っています。バッター福留、一発勝負使わせて、俺だけ。スワローズここはバントシフトを敷きます。打ちました、引っ掛けた、よっしゃ、ライトバックホーム、福留ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打、頼む。第2球投げた、ジャストミート、よっしゃ、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、タイガース二点返しました。大山タイムリーツーベース、初安打。先ほどのプレー素晴らしい、右バッターボックス7番ロサリー、タイガース最低でも外野フライが欲しい局面です。作戦タイム、低め普通に組んでねえかな、来ないな、いや低め来ないな、
引っ張りだ、はい、内角に来る、はい俺の予想、はまれ、第9球高めか、出ました、ベッタ流し打ち、畠山ライトバック、素晴らしい、いいよいいよ、同点の場面、第1球ランナースタート、いきなりスクイズ、キャッチャーボールを取る、よし決まった、タイガース1点リードに変わりました、はい見て見て見て、ここで代打西岡選手だからね、俺の言った通りになっただろ、西岡選手出します、打つから、打つようにできてるから、バッターは代打西岡春人に変わりまして、今日俺が描いた台本通りだ、第3球を投げました、打ちました、これはショート真正面、大引き、見るな一塁送球アウト見るな、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません、投球はこれから3球目、打ちました、これは内野ゴロ、一塁へ送るアウト、スリーアウトチェンジ、よし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 、阪神甲子園球場からを、俺勝ちパターンを知らねえ藤川選手8回ドレス選手9回は決まってんだけどさ、よし行きますか、いやあ、もう板山くん変えちゃいますか、はい、タイガースピッチャーを交代します、高橋降板、右の望月、これが13試合目の降板、スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか、頑張ってください、第2球投げました、おっとデッドボール、よくない、デッドボール普通によくない、第5球投げました、インコース空振り三振、バッターは3番山田、通算155本塁打まであと8本としています、今日はツーランホームランを打っています、変化球、OK、空振り三振、2者連続三振、先ほどからショートの守備に入っています、大引き投げました、打った、バットが折れた、よしこれで3アウト、さあリプレイです、満員の甲子園、スタンドからカラフルなジェット風船が客少ねえな、舞い上がりました、雨降ってくからか、7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります、この回のトップバッターは糸原、投げた、アウトコース低め、あ入ってんのね、バッターは3番北条、今日は3安打猛打賞、投げた、打った、今日3安打猛打賞だとさ、掴みました、これで2アウト、ランナーありません、右バッターボックスには中谷、今日4度目のバッターボックス、初球見逃し三振、うん、ここは3球で仕留められました、左バッターボックスは5番雄平、左が続くのよね、藤川選手の予定ではあったんですけども、タイガースピッチャー交代です、第2球打ちました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません、左バッターボクサー6番坂口、投球これから5球目、よし OK、打球はセンター浅いところ掴みました、これで2アウト、ランナーありません、バッターは7番川端、今日2打点を挙げています、投げた、外のボール球、1、2塁間への当たり、うまい、1塁送球 OK、 3アウトチェンジ、もう1点ぐらいなんとか取りたいね、もう1点ぐらい取りたい、中尾降板、マウンド上ピッ、8回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります、先頭バッターは福留、見逃し三振、右バッターボクサー6番大山、今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、初球打った、うまく、うわうまい、ここはファインプレーに阻まれました、2アウトです、では改めてリプレーを、第3球は打った、山田取った、1塁へ送る、アウト、3アウトチェンジ、守りましょう、ピンチヒッターは藤井、はい、
ピッチャーを変えてきました。桑原降板。第4球を投げた。低め。いいよ。三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました。打った。あと1人。これはライトフライになった。ここは大事にボールを取りました。勝利まであと1人。打順は1番に帰って青木タイガース。ここは何としても抑えたい。打ちました。ピッチャーがいやーやだなー青木。いやもう絶対畑清選手で仕留めないとだよ。山田選手からまるで何やるか分かんねえ。こんなのさあ4球目。オッケー。あー怖えわ。落下点に入った。取りました。よっしゃーやりました。いやいいですね。こういうなんか初めてじゃないかな、逆転勝ちは。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。嬉しいですね。桑原選手選ばれるの嬉しい。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対5、はい、B かい。僅差で勝利しています。いやーよかったよかったよかった。高橋君初勝利おめでとう。なんだ怪我か。まあ3日間だったら別に2軍に落とす必要ないな。はい、ということで、今回はここで終わりましょう。明日からは交流戦でございます。動画中でも言ったんですけども、ちょっと取りだめします。はい、では、終わりましょうか。終わり。バイバイ。